なんか決められてましたね。なんですか？踊る、踊らない話ありましたね。皆さん覚えてますか？皆さん覚えてますか？そうです、なにわ男子さんのね、ウブラブですね。ウブラブ、ねえ。あれ、一応ね、一応もしかしたらすごい心配してる方がいらっしゃるかもしれないから、一応ね、言っとくんですけども、流れ上、すごいラジオ内でいきなり言われて、なし崩し的に OK したみたいな、演出になってるかと思うんですけれども、一応言っとくと、あれは事前に話が通っています。あれはね、事前にウィハローからお話いただいてまして、了承して、流れをやってるので、そこはそんなに、心配しないでください。ねえ、練習してるかってね。練習してるかってね。踊れる！踊れるのさ、基準がわかんないんだよね。僕これぐらい動けたら踊れてるんじゃないかなみたいなのがさ、みんなと違う可能性もあるから、おいそれと踊れるとはちょっと言えないんですけれども、ウイハロー企画でですね、ウブラブを踊ることになりました。はい。いつ出るかは未定です。はい。いつ出るかは未定です。ぜひ楽しみにしててください。5人で踊ります。5人で。5人で踊るって言ってるはず。うん。踊りますんで、よろしくお願いします。ウブラブね。うん。めっちゃいい曲だった。そして、うん。聞いたことなかったんだけども、曲を覚えなきゃと思って、めっちゃいい曲だった。めっちゃ王道のアイドルソングだった。すごい覚えやすかった。曲。すごい覚えやすかった。な歌ってて楽しいだろうなっていうね、曲でした。いや、そう、悩んだんだよね。本当に大丈夫かなって。夢を追いかける。本当にこれを踊って夢を追いかけるは、アイデンティティを保てるかなって。軽くちょっと悩みましたけども。うん。まあ、ここはじゃあ乗りかかった船や。ぜひぜひ、じゃあガチやらせていただきましょうってことでね。やらせてもらいましたんで、よろしくお願いします。TikTok でね、サビの振りが流行ってるんですけども、どうやらサビだけではないらしい。どうやらサビだけではないらしい。うん。ちょっとどんなもんになるか、皆さんぜひ、上がった際には、爆速宣伝するんで、よろしくお願いします。はーい。で、動画になってたじゃないですか。サンプルのボイスが、1行ぐらい。あれすごい褒められて、めちゃめちゃ僕は嬉しいんですけども、あそこの演技を。あのセリフはね、動画だけ見ると、なんか、ああ、なるほどね、みたいな感じだと思うんですけども、その内容、意味的な意味でね、意味的な内容的には。ただ、本編を全部聞くと、あのセリフの意味がちょっとこう変わってくるんじゃないかなって僕は思ってる。そういう見方をしてくれると、もう聞いた人も聞いてない人も、さらに楽しめるんじゃないかなというふうに、私は思っております。ぜひ、よろしくお願い。あとはマフラーね。マフラー。グッズでね、マフラーが出るんですよ。この、キービジュアルのね、お写真のですね、マフラー。こちらがですね、グッズとして販売、されております。はい。これボイスにもね、登場してるマフラーなんですよ。で、まあ、どんな風に出てくるのかっていうところもね、ぜひね、これ楽しんでいただけたらなと思います。はい。ちょっと再び空気を吐きます。で、あとはあれですね、なんか全部セットみたいなやつ買うと、僕の複製直筆メッセージカード、ウィンターボイスバージョンがついてきますんで、こちらもね、よろしくお願いします。はい。